今日のスキーブームのきっかけになったといわれるスキー学校も相変わらず盛んである。あるスキー学校の教師は、生徒には2通りのタイプがあるという。級を取り指導員になり、スキーの専門家を目指すタイプ。それと、ある程度の技術をマスターし、スキーを楽しもうとするタイプである。いずれにしても、基礎が大事であるということを認識しだした人たちが増えているという。この若者たちの中から優れた選手が登場するかもしれない。ともかく生徒たちは寒さにも負けず、一生懸命先生の指導を受け頑張る。ともあれ、日本のスキーブームは当分続きそうである。